コリンズ級潜水艦はオーストラリア海軍の潜水艦の艦級、通常動力型潜水艦であり、センダは司令塔にある。設計はスウェーデン海軍の潜水艦を設計していることで知られるコックムス社で本艦級はスウェーデン海軍のベステルイエトランド級等を参考にしている。ただし、それらスウェーデンの主力潜水艦に比べて2倍から3倍の 排水量を有するほど大型化されており、登場する乗員数も増加している。兵器や電子機器は、イギリスやアメリカ合衆国等多彩な国のものが、採用されている。建造は、南オーストラリア州アデレードの、オーストラリア潜水艦企業体で行われた。オーストラリア海軍は、本級の収益により、オベロン級6隻を順次、退役させている。 コリンズ級は設計の段階から様々な問題が指摘されており、導入後も技術的な問題やオーストラリア海軍の人員不足から運用に支障が生じるなどした。オーストラリアのメディアから厳しい批判を浴びている。コリンズ級は優れた潜水艦とは言えず、騒音は劣悪で、信頼性は低く、故障も頻発し、 時には運用可能な潜水艦がわずか一隻という時すらあった。オーストラリア国内ではコリンズ級の開発は失敗とする意見もある。2016年4月26日、ダーンブル首相はコリンズ級に代わる新型潜水艦としてフランスのシュフラン級原子力潜水艦の通常動力化を選定したと発表した。2021年9月15日、アメリカ、 イギリス、オーストラリアの3カ国間によって、オークスの創設が発表された。加えて、アメリカからオーストラリアに対し原子力潜水艦の技術供与も行われる。このため、蒸気のシュフラン級原子力潜水艦の通常、動力型を導入する計画は中止となる降参が高まった。1996年から2003年にかけて6隻が収益した。艦名は、 歴代のオーストラリア海軍軍人の名前から取られたものである。ありがとうございます。